あ、ということでね、じゃあね、こういう時にどうするかって言ったらね、こちらのところはこれを駅間散歩でもしようというわけでございますね。これでつなごうというわけでございます。ね、早速この時だからね、たまる。だいたいね、4キロかな。約3.5キロとかそれぐらいになっとったんで、まあ歩いたらちょうどいいぐらいでしょ。うん。1時間はかからないと思いますんで。で、道も、ちらっと地図で見たらめちゃくちゃわかりやすくて、その前の道、今車がちょい走ってるね。あそこをもうズドーンとまっすぐ行ったらいけるみたいです。それか、まあもうずっと線路沿いを歩く形になるんで、全然余裕できますよねっていう感じですね。いやー、しかし、そうね、地方の時はね、いやー、うちもね、さすがにね、うんと思って、そういや、次の電車行ってないやろなと思ってね、一応ちょっと今調べてみたわけでございまして、まあね、私だってバカじゃないですね。一応ね、スマホでね、ナビタイムっていうのをね、見ればね、そのあたりの接続わかるぞと、いうのでね、ちゃんと調べたわけですね、今回。まあ、そしたら、まあまあ、積んどったっていうことが分かっただけなんですけどね。うん、まあ、ですので、次が、9時半の次が10時40分だったかな、フェリーが。なんで、まあ、それ間に合えばいいと、いう感じで行きましょう。しょ。まあ、予定ではね、ですから、鳥羽まで、それで行って、鳥羽から、ここまで、ストンとフェリーでね、ショートカットをして、イラゴから豊橋の方に抜けて、豊橋から、ぐるっと、東海道線で曲がってくる感じかな、という予定ですので、まあ、別に、豊橋、に、ね、全然昼過ぎ、1時、2時とかについておればね、全然余裕ですからね、今回予定的にはね、全然途中寄り道も全然できるような感じで組んでますんでね。よいしょ。うん、カメラの方も大丈夫そうですね。やっぱあの、熱暴走だったのかな、何だったんだろうな。でもなんか物理的に変な音してましたからね。のどかですね。そう、こんな感じになってね、見てるコンビニのこの地もないですからね。よいしょ。その辺りは出し分けられてます。ただね、空気は美味しいよ。ただね、去年ね、眠いんだな。結局ね、実はね、今日結構やばいんですよ。あの、久しぶりに貫徹しちゃいましてですね、うん、なんか寝つき暗視って言って動画編集、まあね、動画の編集するやつはめちゃくちゃ溜まってるんで、今の段階でまだあの京都丹後鉄道のターミナル感じ制覇の旅、あれの途中までしかできてないんで、まあまあ溜まってるのは溜まってますからね。ここから行った方がいいかな。よいしょ。電源空気です。10キロ。なんちょっと歩いてね、体を動かさないと寝てきそうだなって言うんでね。というか、まあ、軽くちょっと今、うとっとしてましたけどね。にしてもあれ、不思議な運用なんですね。伊勢市行きなんですけど、滝までがワンマンで、滝からはツーマン運転になるんですね。不思議ですね。じゃあ、全然前乗り作業に乗ってる必要はなかったんですね。でも、なんか、別の列車はワンマン運転でそのまま行くやつもあるみたいなんで、なかなか初見殺しではありますね。これは反対列車かな。お、来てる来てる。いいじゃないですか。
回含めて、いやまあここは時田は当然通過してきますからね。はあ、のどかな光景でございますよ。よいしょ。全然こんなことする余裕あるはずです。10時40分までっていうような縛りにすると全然時間の余裕ができますからね。あ、ちなみに今度ね伊勢湾フェリー、乗ってねストーンと行くわけですけど、そこからもねちょっと、面白い切符を見つけたんですよ。まあそれもあったんだよね。じゃあせっかくならっていうのもあるんですけど、なんかね豊橋の方抜けるのにね、あの伊勢湾フェリー使って、そこから豊橋鉄道とかいろいろ使っていく方法があるんですけど、公共交通機関で行けるんですよね。あの鉄道は通ってないんですけど、バスで接続していくんだったっけなっていうような形らしくて、豊鉄バスかな、なんですけど、それがね、その伊勢湾フェリーと全部セットになっているような、お得な切符が、切符っていうのはね、乗船券か、売ってるらしくて、それをね、今日はね、買ってみようかなと思ってます。わ、報道もないのか、しまった。わあ。あ、全然。本当に歩道がないタイプなんだ。相変わらずカパン息の調整が下でね。よいしょ。そう、やっぱ一部カバン体制でね一時期やろうとしてましたけど、結局バッテリー用のねカバン持ち歩くようにしましたんでね。うん、今まだこの後ね、オールスマホでね4日間、取り倒した、何だったっけ、 JR 西日本ターミナル駅完全制覇の旅シリーズ、この動画が公開されてる時のあっちの方が先に先行公開されてるはずなので、さすがにもう出てるはずなんですけど、今の段階ではまだ全然編集に手をつけれてないんですよね。なのでね、まだ詳しく分かってないんですけど、ただチラチラと見た感じだってやっぱ手ぶれが相当ひどくて、今ね結構スタビライザーとかその辺りをね駆使して、やるためにちょうどね手ぶれのひどかった映像、あの静岡行った時のやつとかがね映像がひどかったんで、あれのデジタルリマスタリングをねかましてみるっていうのでね、実験しております。どうなるかですね、あれのデッキが。川は水多いんだね。まあそっか、台風15号でね、鳥羽の方もすごかったらしいですもんね。まあこれから行く方面ですけど、まあそれもあって本当は土曜日に行こうかなと思ってたんですけど、日曜日にね、今日にスライドさせましたんでね、よかった、チケットとか前もって買ってなくてね、やっぱ眠いわ今日。あ、そう、それでずっと夜通し編集しておったらもう朝の4時とかだったんでね、一応軽く横にはなったんですけど、全然寝つけまんま出発の時間になったんで、久しぶりに本当の貫徹ですね。なんかフェリーの中で寝てきそうだな。